お墓参りに行くというお話です。お墓参り、行っていますか？私が一番大切にしている部屋ですっていうのが、仏間だったり、世に名前を残される方々は、お墓参りを重要視されているように感じます。お墓参り、あなたは欠かさずに行っていますか？日々の忙しさのせいで、なかなか行けていない人もいるかもしれません。お墓が遠くて行けなくて、心の中で手を合わせているって人も多いかもしれません。定期的に訪れるご先祖様の墓、人生のチェックポイントとでも言うのでしょうか。僕にとってお墓参りは重要な行事の一つでもあります。お願い事のために行っているのではありません。自分の心のリセットだったり、目標確認のためにお墓参りをしています。ご先祖様の命のバトンリレーの結果、この世に存在している自分、その奇跡に手を合わせます。この時、必要な時に必要なことを起こしてください。僕は学ぶべきことをちゃんと学びますと手を合わせています。ご先祖様に力を貸してくださいとか、助けてくださいってお願いするのは良くないよと聞いたことがあります。手を合わせ、自分の気持ちを固める方がどうも正しいようです。いずれ僕もこのお墓に入る時が来る。死を意識すると生きるが浮き彫りになるような気がします。僕たちは毎日確実に死に向かって進んでいるのです。生物としてこの世に生まれたからには致死率は 100% です。運の教科書、山崎匠著、 SB クリエイティブより。